という動きを皆さんに伝えていきますので、ぜひ今日はセーラーのことを覚えて帰ってください。セーラーは呼気本能という種類になります。小には1頭しかいません。エノシスに1頭しかいないので、すぐに覚えられると思います。セーラー体が大きいです。体長が4m42cm あります。体重はちょっと重すぎて測れません。週2回でワントエルカたちは体重を測っているんですけど、ワントエルカで大体 200kg か 300kg 以下です。なのでセーラーはもっともっと重いと思います。セーラーなんですが、ベテランでもあります。江ノ水に来て今年でなんと28年目です。はい、すごくねベテランなんです。なのでもう小の中でも大黒柱として活躍してます。でそんなセーラーが好きなこと、それは体を撫でてもらうことが好きです。なのでよく小の合間とかにこんな風によいしょ、尾びれを持って尾びれをこすってあげるんです。あとはこんな遊びもします。後ろに引っ張ってます。こういうのも、ね、好きなんです。このセーラーが力を抜いてくれるので僕が引っ張ることができます。でこれね、気持ちよさそうで時に目をつぶるんです。セーラーありがとう。で僕がセーラーとコンビを組んだ時は入社1年目の時でした。まだ右も左も分からない時にセーラーとコンビを組んだんです。他のバートンエンカともその時コンビを組んでたんですが、バートンエンカたちはすぐに何か遊びたいなと思って僕が次何しようと考えているとどっかに行っちゃうことが多かったんです。でもセーラーは僕がね考えて迷っている中でもじっと待っててくれました。そんなね優しい子なんです。ただ優しいばかりじゃありません。怒る時ももちろんあります。でセーラーが怒るとどうなるかというとピーピーピーっていう音を出すんです。で今日も実は日中のショーの前に突然泣いてしまいました。ピー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 。そうすると他のメンバー怖くなってショーどころじゃなくなってしまうことが多いんです。でもセーラーは今日はショーが始まる直前に泣いてたんですが、始まった頃には泣き止んで落ち着いてくれました。で特によく喧嘩するメンバーがバートエイカのマリンというメンバーなんです。今ステージ右側にいるメンバーで、武藤さんによく喧嘩しますよね。そうですね、結構喧嘩することが多いです。逆に一番仲がいいメンバーは花本堂のミーナです。あじゃあこの2頭はすごく仲いいんですよね。そうです、ミーナとセーラーはいつも一緒にいます。特に夜の寝る時なんかはね、2頭がいつも近い距離でブカーッと受け出てます。ミーナとね、あの距離感がすごいね、安心するんだよね。ミーナこの2頭仲がいいのにも理由があります。実はミーナとセーラーは同期なんです。ミーナももう28年目になる大ベテランなんです。で先ほどね、ハザーが言ってたんですが、プールに浮かんで寝ることが多いので、この夜になるとショーが終わったら多分そんな姿を見れるかもしれません。でセーラーはやはり体が大きいのでダイナミックなジャンプが得意です。ちょっと試しに一回飛んでみようと思います。はい、セーラー、はい、息を合わせて指輪を沈んで、いい、いい、セーラー、はい、沈んで、行せーの、ジャンプ。セーラーの形になります。ありがとうございます。すごいですよね。この意味でジャンプするとお客様に覚えてもらえることが多いです。多分濡れた方はもう忘れないと思います。こういう風にいたずら心もありながら遊ぶとすごくね、張り付けてます。であとは僕とセーラーで練習したこともあって、じゃあちょっと僕離れるから待っててね、ちょっとね照明が明るいんでわからないんですけど、じゃあちょっと待っててね、僕が離れても合図に応えてねっていうのを練習したんです。じゃあセーラーちょっとだけ離れるからそこで待ってて、いい、じゃあ合図出すよ、いくよ、じゃあ回るよ、せーの、回ってくれるかな、触れないみたいですね。やはりちょっとまだ暗くて見えないのかもしれないので、日中でまたやると思うのでぜひね来てください。そしたらステージにお手伝いただける、はい、オッケー。さあ先ほどのセーラー1回ジャンプを見せてくれましたが、ここから他のメンバーと息を合わせてもっとセーラーのかっこいいジャンプをお見せします。それでは行ってみよう。
ドルメディアという賞も加えていますので、またぜひそちらを見に来てください。